表層はここから下顎骨からこう来てこう走っているので、こっち側を端して4本指でどの方向が一番テンション感じるのか、これちゃんと皮膚飛ばしてその表層の筋膜まで沈むイメージ持たないと、ただ皮膚引っ張るだけなので、ちゃんとここ下顎骨にアプローチしてから引っ張らないと、このちゃんとしたテンションが感じられないので、ちゃんと沈むという。でここのテンションが感じられたら、もう後頭直筋とかあの手術のとこと一緒でじわっとストレッチかけるイメージで、もう繊細な感じでじわっと伸ばす感じで、これ2方向にちゃんと伸ばしてます。右手は右手でやって、左手は左手でちゃんと伸ばしてます。鎖骨自体を、いや鎖骨を押してるんじゃなくても、ここのサランラップみたいな筋膜を伸ばしてるイメージです。これでもうちょい、で起き上がってきます。変化ありますか、はい、左の前が何か見えてる、はい、左側はそこ行きます、はい、でこの後まあ右の表層をやって次中間層をやったらまたかなり変わる。